グラハム・ウィリアム・ナッシュは、イングランド、ランカシャーのブラックプール出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。1960年代からホリーズ、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングなどのグループで活躍した、プロの写真家でもある。1960年代前半にホリーズを結成。バンドのレパートリーの作曲を多く手掛け、グループの中心人物とみなされた。ホリーズのサウンド、 歌詞におけるヒッピー的な要素は、主に彼がもたらしたものである。しかしながら、あくまでもポップバンドとして、ヒットチャートを狙うことを期待するマネジメントや、レコード会社、キング、ミダス・インディバースに象徴されるような彼の音楽的進歩が、ファンに受け入れられないことなどに苛立ち、徐々に、ホリーズでの活動に対する熱意を失ってゆく。1968年。 アメリカから帰国後ホリーズを脱退。訪米中に知り合った、元バーズのデビット・クロスビー、元バッファロー・スプリングフィールドのスティーブン・スティルスと、新グループクロスビー、スティルスナッシュを結成する。最初は3人組であったグループは後にニール・ヤングを、加えて、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングとなり、ナッシュはここで、さらに世界規模の成功を獲得する。CS2 のメンバーに、 ウィリーの愛称で呼ばれたナッシュはバンドの脆い人間関係を補強する接着剤としての役割を果たした。ナッシュは最大の親友であるデビット・クロスビーが1980年代に麻薬中毒で苦しんだ時も献身的に彼をサポートした。1983年にはデビュー20周年を記念してホリーズに復帰2枚のアルバムをリリースした。40年以上にわたる 音楽キャリアの中で、ナッシュは自分個人名義のアルバムをわずか6枚ほどしか制作しておらず、ソロ活動は、クロスビー、スティルスナッシュ、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングの活動再開でしばしば棚上げされた。ナッシュは、1972年からずっと、クロスビーとコンビを組んでおり、1977年に、 CSN 再結成までの間、オクロスビー s s b ナッシュとしても活動した。このコンビは、ナッシュ自身のソロアルバムよりも多くのアルバムをリリースしている。彼自身のソロ作品は、彼のメロディとバラードへの愛情がふんだんに盛り込まれたものが多く、ジャズフィーリングや電子ドラムなど、実験的な音作りを盛り込んだ作品でも、基本的にはキャッチーなポップミュージックのフォーマットから、 ほとんど外れない作風が特徴である。ナッシュはクロスビー、スティルスナッシュ結成のためにカリフォルニアに移ってから政治的な活動にも積極的になり、ソロ時代の曲ミリタリー・マッドネスやシカゴなどにもその傾向は現れている。彼がクロスビーと共作し、デュオ名義でリリースしたイミグレーションマンはナッシュがアメリカ滞在中に 税関職員との間で起こしたいざこざを題材にしたものである。1979年3月にスリーマイル島原子力発電所事故が起きた際には脱原発と安全なエネルギーの普及促進を訴えるミュージシャンのグループ EN、ミュージシャンズユナイテッド・フォー・セーフ・エネルギーを共同設立した。1997年、クロスビー、スティルスナッシュが ロックの殿堂入りを果たした。2005年、アーハのアルバムアナログに収録された、オーバーザツリートップス、コージープリゼンスの2曲に参加した。2006年、クロスビーと共に、デビット・ギルモアの3枚目のソロアルバム、オン・アン・アイランドのタイトルトラックに参加した。3月にリリースされた同作は、UK チャートの1位に輝いた。ナッシュとクロスビーは、ギルモアのツアーにも同行し、 オンアンアイランド、クレイジーダイヤモンド、CS2 の自由の値などを歌った。2008年5月にはアメリカの人気コンテスト番組アメリカンアイドルシーズン7のフィナーレに登場。トップ5で敗退したブルックホワイトと共にティーチ・ユア・チルドレンを歌った。2010年自身に度目ホリーズがロックの殿堂入りを果たした。同年6月12日には 永年の音楽界での活躍に対し OBE を授与された。2020年3月29日、新型コロナウイルスの流行により、各国で外出禁止の措置がなされる中、自宅からライブ演奏を配信した。どうか家にいてください。手を洗ってコロナウイルスの拡大を防いでくださいと訴え、僕たちの家、スティーブン・スティルスの4プラス20。 ティーチはチルドレンの3曲を演奏した。ありがとうございます。